皆さんこんにちは、小場翔です。今日はですね、学生講師の起用についてお話をしてみたいというふうに思います。まあ、うちのですね、塾、個別指導塾キャストダイスでは、いわゆる学生講師ですね、まあ、大学を卒業してもう一度ね、学生やってる方というのはいますけれども、いわゆる大学に、まあ、例えば高校卒業して大学に入って、そういった類の、まあ、講師の方というのは当塾にはいません。で、まあ、これから別に学生講師をどんどん入れていくぞという話ではなくて、まあ、なぜ学生講師をあまり起用していないかったのか、まあ、僕のそのスタンスというか心情でやっていませんでしたって言い方が多分これまで動画でも多かったんですけど、改めて自分の中で整理をした時に、じゃあどういう条件であれば、自分はですよ、僕は学生講師を許容できて、どういう状況までいかないと許容できないのかってことが多少ねクリアになった気がしたので、今回ね動画でお話をしておこうかなというふうに思います。で、まず最初に多分ね、僕が学生講師と相入れなかった理由っていうのが、やっぱりその根本的にはアルバイト感覚な部分があるんじゃないかという思いがあったからなんですね。で、僕自身会社を起業してから、まあ、いわゆる塾としてドカンとやっているのは今回が初めてですけれども、インターンを採用させていただいて、いろんな学生さんとお仕事をするというのはほぼ毎年やってきました。ほぼでもないですね、もう完全に毎年やってきました。で、そこでは例えば、まあ、東大もそうですし、まあ、早稲田とか慶応とかいろんなね学生さんと一緒に仕事をさせていただきました。で、もちろん、まあ、優秀な方だった方もいたし、まあ、全然ね、ダメだった人もいたし、まあ、いろんな人がいたんですけれども、じゃあ、例えば、学生の中で、その標準のラインってどこなんだろうって考えたときに、やっぱりですね、僕が納得できる、なんていうかな、働き方をしてくださる学生さんって、むちゃくちゃ少なかったんですよ。で、もう、もともと別に納得できるっていうのはどういう意味かっていうと、まあ、一定の、なんていうかな、まあ、プロとは言わないけれども、まあ、プロというか、まあ、一人前の社会人として納得できる働き方ができる、学生さんっていうのはあまり多くなかったですね。もちろん、まあ、僕自身、その学生さんと仕事しているので、まあ、学生さんであればこのぐらいできればいいかなっていうラインはありましたし、まあ、そこに関しては、まあ、超えている方が比較的多かった。もちろん超えられない方もいるんだけど、超えていらっしゃる方が多かったんだけど、さらにもう一段階、二段階、上のレベルで、その一社会人として、認めてあげられる、方ってどれぐらいいたんだろうっていうと、まあ、めちゃくちゃ少なかったんですよ。で、その時になんでやっぱそうだったのかってことを踏まえると、僕はですけれども、やっぱりリスクの部分だと思うんですよね。で、僕自身もそうだったんですけれども、自分はチューターをずっとやっていて、まあ、すごく勉強させていただいたし、まあ、普通に楽しかったし、将来のね、自分のこうキャリアとか、まあ、知識とかにもつながる経験をさせていただいて、まあ、非常に感謝してます。正直お金で言えば全然ね、なんていうかな、時給1000円なんて余裕でもらってなかったので、いろいろね、無給で働いたりもしたので、だけど本当にね、僕はそのお金とかじゃなくてマジで感謝をしてるんです、働かせていただいたことに。なんだけど、やっぱり心の奥底で、やっぱり自分は大学生でアルバイトって気持ちがなかったかと言われたら、やっぱり僕もね、あったんですよね。例えば自分が体調が悪くなって、仕事に行けなくなった時に、まあ、他のバイトの、スタッフに頼めばいいかなとか、なんかそういうことは考えていた自分がいました、当時ね。で、やっぱりね、社会人になっても、まあ、そういう気持ちっていうのは最初持ってて、だんだんとやっぱそれではいけないというふうに、まあ、こう、だんだん考え方をね、改めていったわけですけど、やっぱり普段から自分の生活のメインが、その教えるとか、その塾のチューターってことではなくて、やっぱりこう、大学生活というのがベースにあるわけですよ。で、大学生活というものがベースにあって、で、その残った時間で塾のチューターとか、そういったものをやっていて、まあ、僕は途中ね、それが逆転しちゃって、なんかチューターばっかやってる時期もあったけども、ただ別にじゃあチューターを辞めてしまったら、自分の生活が成り立たないかっていうと、まあ、基本的にはそういうことはないわけですよね。別にバイトに関しては他のバイトでも時給はいただくことはできるし、ね、大学をまあちゃんと卒業すれば、まあ、その後就職はおそらくできるだろうと思って、まあ、生きていますから、まあ、仮に例えば、そのアルバイトの仕事がなくなってしまっても、まあ、極端に言えば困らない感じでした、僕自身も。で、おそらく、僕と一緒に働いてくださった学生さん方も、そこはすごくあると思うんです。まあ、明確にね、別に、だからね、バイトだからどうでもいいやつって適当にやっているというわけではなくて、心の奥底でそういう部分ってはどうしてもある。
で、一度社会人を経験されている方であれば、いやね、そこは大事なその自分の仕事であって、やっぱ責任を持ってやり遂げないといけないという気持ちを持ってらっしゃる方が比較的多いと思うんだけど、ただやっぱり、その、大学生の方にそれを求めるのは僕はすごく難しいと思うんですよね。で、その時に一方でプロ講師ってどうなのっていうと、それでもうご飯食べてるわけじゃないですか。だからそこで、例えば指導をうまくやることができなくて、例えばコマを全部切られたりしたら、自分の生活にダイレクトに響いてしまうし、まあそんなにね、コマ全部切り離すみたいなえぐいことをする塾はそんなにないとは思うんだけど、まあ仮にそういう風になってしまったらやっぱそうだし、やっぱり自分はそれで仕事をしてご飯を食べさせてもらっているわけで、それに対して一生懸命取り組まないといけない。まあそれは人によって一生懸命の度合いは違うかもしれませんよ、違うかもしれないけれども、でも生活というリスクを負って、それで生徒に対して指導しているわけじゃないですか。だからやっぱりそういう人が持っているまあ基本的な心持ち、なんか、まあ、かっこよく言うと覚悟の部分と、やっぱり学生さんの持っているその心持ちや覚悟って、なかなかね、差があるんですよ。で、やっぱり学生さんって、例えばテスト期間だから休ませてくださいって普通に言うし、いや、だから僕はね、インターンとして、まあ、仕事をしている子たちは、インターンですから、もう好きにしたらいいよと。いうふうに言うし、例えば就活で忙しくて撮影できないんですって言われたら、OK、OK、じゃあ、まあ、休みでいいからね、時間がまた取れたら教えてねって言ったりするんですけど、やっぱりね、なんかその、学生ってやっぱそういう感じなわけですよ。まあ、ただですね、まあ、インターンだからね、それは許されるんだけれども、本当の、例えばサラリーマンでね、自分は例えば、うん、僕も今やってますけど、放送大学に通ってて、放送大学のテストが来週にあるんで、テストの前の日は、会社休ませてくださいって言ったら、まあ、それブチ切れられるわけじゃないですか。そんな、まあまあ、切れられるかわかんないけど、呆れられると思うんですけど、ね、そんなの許されないよって話になると思うんですよ。ただやっぱりそこはやっぱ学生さんと、そのやっぱ社会人のやっぱ違いっていうのは、その単純な、その能力とか、その記憶力とか、そういうことだけで言ったら、やっぱ優秀な学生さんもいるんですよ。その部分だけで言ったら。だけど、やっぱり生徒指導っていうのは、例えば月1回とか、月2回だけ何か出てってかっこいいこと言えばいいわけじゃなくて、まあ毎週とか下手したら週に何回かとか、ずっとやっぱ指導し続けて、基本的には入試が来る日まで、場合によっては入試の後も、まあ最低限でも多分1年度とかね、1年間分とかは、しっかりとやっぱり指導を仕切っていただく必要があるわけじゃないですか。うん、なので、その中で言ったときに、なんかそこが全うできるかどうか不安な人材というのを会社に抱えて、それでやるっていうのは、やっぱりね、僕はね、ちょっと、こう、心理的に難しかったんですよ。で、さらに言うと、まあ僕らはそのオンラインで用意ドンと発信をしたので、やっぱりより管理が難しいわけですね。だけど、やっぱり普段からそうやってプロとしてやってらっしゃる先生方であれば、まあそのね、普段やってる部分もありますから、やっぱ多少安心感っていうのはあって、要は急にね、休んだりとか、まあ、わけわからない日程変更を生徒に許容したりとか、強要したりとか、まあそういったことはあまりないということが、なんとなく心の中で安心できるんですけど、やっぱり学生さんだと、授業飛ばしちゃいました、まあ、つまりなんかブッチしちゃいましたとか、やっぱそういうことがですね、ネットだと起きるんじゃないかなっていうのも若干ね、僕コアさんも持ってるんですよ。だからもしかするとそもそも学生さんに対してこう信頼度が低いというふうに言われてしまうとそうなのかもしれないんですけど、やっぱり僕自身の仕事もそうだし、まあ、僕の知り合いの経営者のいろんな話とか聞いてて、その学生さんの働き方とかっていうところで見てみると、ちょっとまあ難しいのかなっていうふうに僕は感じたんですよね。だから多分そもそも今日の前半の話なんだけど、なんで僕がその学生さんの起用が難しいと思ってたかっていうと、その辺が、ベースにあったのかなっていうことを改めてちょっとね、自分を分析して感じたところなんですよ。じゃあ一方でどういう状態だったら、まあ学生さんと一緒に仕事ができるのかなってちょっと考えたんですよ。まあ、少なくとも個別指導塾キャストダイスで学生講師を起用する予定っていうのは当面ないです。なんかこの動画を出して1ヶ月後ぐらいに学生講師も入りましたっていうのは、少なくとも個別指導塾キャストダイスというブランドでやるつもりはないんですけど、ただまあ将来的にね、まあいろんなこう塾の広がりがあるかもしれない中で、じゃあどうすれば学生さんとしっかりと仕事ができるのかなって思った時に、やっぱり僕はそのきちんとリスクを取ってもらうってことがやっぱり必要なんじゃないかなと思うんですよ。その分当然まあリターンっていうのもね、渡していかないといけないんですよ。それはもう当然当たり前のことなんですけれども、やっぱりなんとなくまあ時給ね、1000円とかまあ2000円とかでなんかなんとなく指導してみたいな、まあ要はその辺の普通の指導塾さんとあまり変わらないような感じで、まあ指導してもらって、じゃあなんとなく毎週毎週過ごしていくよねっていうやり方ではなくて、やっぱり本当にプロ講師レベルの知識とか、プロ講師レベルの科目の知識じゃなくて勉強の仕方とか、そういうところの知識の部分、っていうのを求めていくし、でもし
しそれが足りないんだったら、それをきちんと補うための努力、多分プロ講師よりも学生の場合これが必要になるので、これを取ってもらわないといけないし、で彼らはやっぱり生活は大学がメインなのであれば、じゃあね、塾に所属するけどそこはしっかりとやりきるよねという覚悟を、まあ、持ってもらうという意味での、まあ、何かこう覚悟を決めてもらう方法ですね。これが何がいいのかわからないですけど、まあ、例えばね、ホームページに顔出して載ってもらうとか、まあ、でただその人の就活とかいろんなものに影響しちゃうんで、それができるのかどうかっていうのはわからないけれども、例えばそういうものとか、うん、要はなんていうか、もう最悪逃げればいいや、ね、リモートだしね、どうせそんなね怒られることだってできないんだから逃げればいいやっていうふうに思われない何かちょっと仕組みっていうものを作れば、まあ可能性としてはあるのかなというふうなところですかね。そのきちんと覚悟を決めてもらえるのかってことと、あとは3つ目として、なんていうんですかね、その多分足りないことがたくさんある、だから大学受験をした人間としては、まあね、プロ講師よりも若いし、まあ記憶も結構定か、自分はこういうふうにやったっていう記憶も定かだけど、じゃあ一般的に生徒ってどんな子たちがいて、まあどういうふうに指導すればいいのかって結構これ難しいんですよ。だから似た属性ならいいんですよね。前も話したと思うんですけど、東大のチューターさんとか、東大の、塾講師の方って、東大生の東大を同じように志望している子たちの指導は結構できるんですよ、意外と。だけど自分が、その例えばそれこそね、東大に受かるような人って中学受験をしっかりやって、で中高一貫校でやってきて東大に入るみたいな子が非常に多い、もしくは高校受験してるけど少なくとも地元でトップの公立高校に行ったりしてるケースが多いんで、そうじゃない子の気持ちが全くわからないんですよね。だから偏差値50の本当に高校受験で偏差値50の子たちとかを、そういう先生が見るとちょっと異世界すぎて対応できなかったりするんですよ。まあ、僕も昔そうでした。なんでそういうところはやっぱり経験値をきちんとですね、持っていただくために、きちんと勉強をしていただくための何かシステムを作るとか、もしくはそういった生徒さんに対する指導もきちんとできるように、その何か担保するとか、まあ、もしくは例えばコースを限定する、例えばこういう志望の人たちを集めて同じような大学の人たちが教えるっていう、要はそもそもの、その今うちの塾はね、もう何でもかんでも、その何でもかんでもというか、その学力に関しては問いませんよ、やる気は問いますけど、学力に関しては問いませんよという形でも来ていただいてるけど、例えば一定の学力とか、あと一定の志望校ですね、例えば東大だけとか医学部だけとか、まあ、そういう形で何かこうターゲットをくくることができれば、ある程度同質的な人たちが集められるので、そうするとまあ学生さんでもうまくいくのかなとか、そういうこう3つ目のその、きちんとその指導のをするための担保の部分ですよね、ここもしっかりとできるようになれば、まあ、可能性が見えてくるのかななどというふうには感じてました。やはりうちのね、個別指導塾キャスダイス非常に人材募集してます。急に募集の話になりましたけど、まあぜひね、興味ある方は概要欄からですね、講師の応募してほしいんですけど、まあとはいってもやっぱりね、なかなかたくさん集められないんですよ。なかなか難しくて、今この動画がいつ出るかわからないんだけど、これを撮影している段階だと、いやもうマジで締め切りの状態、はい、と言っても過言ではないというふうな状態で、本当にまあ本当に1人とか2人受け入れられるかもしれないけど、まあ、もう無理ですねみたいな、まあ、状況になってて、まあ、もちろん採用して今その研修勉強中の先生とかもいるので、そういう方とかがまた入ってくると、まあ、若干枠変わるとかもあるんですけど、ただやっぱりもう根本的にどんどん申し込んで大丈夫ですよみたいな枠はおそらく今後発生しないだろうなと、相当僕の影響力が変わらない限り発生しないだろうなというふうに思っていて、そういう観点で言うと、やっぱりその新しく僕らも何か仕組みを工夫してやっていくものを作っていかないと、なかなかこう僕らの勉強の仕方とか、そのね、そういったサービスを受けたいっていう人まで、まあこの指導が届けられないのかなっていう気も若干していて、まあまだね、ちょっと4月入ったばっかりの撮影なんで、これ、まあ非常にまあ悩んでいる部分はあるんですけれども、まあ頑張ってやっていこうというふうに思っています。まあ少なくとも今の個別指導塾キャスダイスに、バカすか、学生講師を入れて、まあそれでぶん回すみたいなことは、少なくとも今のところ始める気はない、当面始める気はないですし、多分、まあ、一生やらないって約束はできないけど、あんまりやる気は僕はないですね。ただやっぱり、学生さんの方が、例えばね、いい部分もあるっちゃあるんですよ。まあ、これは本当に僕もいつも動画で認めているところで、さっき言ったように、こう、同質的な人だけを教えるんだったら、やっぱり受験の記憶が非常に新しい子たちの方が、まあその吸収っていうのは飲み込みは早いとかね、いいとこもあるんです。なので、そういったものも活かせれば、よりね、その僕らの、こう、
なんていうか僕らというか、まあ、僕とかその僕の周りの人たちが考えている受験はこういうふうにやっていこうというその、ねまあ、戦略というものをいろんな方に伝えられるのかなというふうには思っています。はい、まあ、そんなわけでですね、まあ、今回ちょっとまた難しい話で恐縮でしたが、今日の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。